今日はね、白浜町にある熊楠記念館に妖怪ウガのね、標本を見に来ました。普通はね、ちょっと撮影できないみたいなんですけど、許可をいただいて今日は撮影させていただいています。これがウガの標本、見えるかな。ちょっとね、見にくいんですけど、ウミヘビのね、尻尾の先がね、鼻のようになってるんですよね。説明はね、こちら。地元ではね、その尻尾を切り取って、そんなんやったら大量になる、神の使いってね言われてるみたいですね。あの弁天様とかもね、あの宇賀神って言ったりするんですけど、何か関係があるんかなとか思いますけど。ここにも何かあるけど、これは違うのか。これはいかん。他にもね、いろいろ紹介したいものがね、たくさんあるんですけど、あんまり紹介しすぎるとね、ここに来る楽しみがなくなっちゃうと思うんで、ぜひぜひ皆さんね、自分でここへ来てみてください。